ソニーグループソニーコーポレーションオブアメリカソニーエンタテインメントソニーピクチャーズエンタテインメントソニーピクチャーズモーションピクチャーグループコロンビアピクチャーズコロンビアピクチャーズインダストリーズはアメリカの映画スタジオ制作会社で多国籍コングロマリットソニーグループの子会社でありアメリカの主要映画スタジオビッグ後の一つであるソニーピクチャーズエンタテインメントの部門 モーションピクチャーグループの一員である。1918年6月19日、ジャックとハリー・コーン兄弟とビジネスパートナーのジョー・ブラントによって、コーン・ブラント・コーンフィルム・セールスコーポレーションとして設立され、1924年にコロンビア・ピクチャーズに改名した。1990年以降、カリフォルニア州カルバーシティの旧 MGM スタジオの 敷地内にあるアービング・タルバーグビルディングに本社を置いている。映画会社のユニバーサル社で働いていたジャック・コーン、ジョー・ブラント、ジャックの弟のハリー・コーンが自分たちの映画会社を設立しようと独立。短編映画の制作から始まり、1920年に CBC フィルム・セールズ・コーポレーションを創設。1924年に CBC をコロンビアに改名した。 1929年の大恐慌で中小のスタジオは潰れたが、1933年から社長になったコーンと映画監督のフランク・キャプラは、ある夜の出来事、オペラハット・スミストへ行くを成功させ、後発で弱小のコロンビアがメジャー会社の一つに数えられた。1968年、コロンビアはスクリーン・ジェムズと合併。コロンビア・ピクチャーズ・インダストリーズ。 インクになった。1982年、アメリカの飲料大手コカ・コーラが6億9200万ドルでコロンビアを買収した。1983年、トライスター・ピクチャーズがコロンビアと HBO、CBS が出資して創設された。ウォーレン・バフェットはコカ・コーラへ投資した。1989年には日本の家電大手のソニーが 豊富なコンテンツを入手することを目的に48億ドルで買収したが、当時の日本のバブル景気を背景にした外国資産の買いあさりと日米経済摩擦の時期と重なったため、この買収をめぐりアメリカ国内で激しいジャパンバッシングが起きた。買収当初に経営を任せたのはピーター・グーバーとジョン・ピーターズだった。当時、大手映画会社は複合企業の参加にあった。 そこのトップ、例えば、スティーブ・ロスやルー・ワッサーマン、チャールズ・ブルードーンが、超大物と目されていた。これと別の実力者としては、芸能エージェンシーのトップ、例えば、マイケル・オービッツがいた。コロンビアを買収したソニーは、経営に、オービッツを招こうとしたが失敗した。ここで、CBS レコードのウォルター・イエトニコフが、その年に、世界最大のヒット作を制作した。 クーバーピーターズを経営者に推薦した。イエトニコフが両者を推薦した背景には、ライバルたちの存在もあった。ソニーに買収される前の CBS は、テレビ局参加だったのに対し、デビッド・ゲフィニア、アービング・アゾフは、親分の筋からハリウッドにも顔が効いたし、自分の会社を持っていたため収入でイエトニコフは差をつけられていた。 森田やオーガがそばにいないため調子に乗ったともされる。問題は、グーバーピーターズは、ワーナーと5本の映画を制作する契約を済ませていた、ことだった。これは、スティーブ・ロスのメンツを潰す行為であり、ロスは報復として10億ドルの訴訟を起こした。違約金だけで7億5000万ドル以上、その他にもソニーから多くを巻き上げた。コロンビア映画とは提携してきたため、 財布の中身も分かっていた。米国の世論はロスに喝采を叫んだ。ここから二人が解雇されるまでソニーは食い物にされた。買収当初はヒット作に乏しく巨額の赤字を計上したためにソニーによる買収が失敗だと評されたが、1990年代後半からエンターテインメント対策のヒットを複数出すなど、復調傾向を見せ、近年では シリーズものを中心にアメリカ市場で常に上位のシェアを占めている。現在はソニーの在アメリカ市会社であるソニーピクチャーズエンタテインメントの一部である。最高責任者はスプ共同会長兼モーションピクチャーグループ会長のエミー・パスカル。2017年現在、米国ソニーピクチャーズエンタテインメント参加であるコロンビア映画が 日本映画の配給に携わった例はない。しかし、2017年のサイキクソーのプサイナン以降、スプの日本支社であるソニーピクチャーズエンタテインメントが制作、配給する日本映画で、コロンビア映画のオープニングロゴが使用されており、日本における両者の区別が曖昧になっている。なお、コロンビア映画とスペッチは、同じソニーグループで、どちらもスプの子会社にあたり、 間接的には関係しているものの、直接的な関係性についての詳細は不明である。1930年代、1940年代、1950年代、1960年代、1970年代、1980年代、1990年代、2000年代、2010年代、ジュオンシリーズなど、日本映画から、アメリカ映画へのリメイクは存在する。ただし、 他の配給会社のロゴが先に示された場合、導入部のロゴが省略されることもある。ゴーストコープス、インク、A、サブシディリーオブコロンビアピクチャーズインダストリーズ、インク、Sonypictures.com、2020年1月30日閲覧、ディビジアンス、ソニーピクチャーズ、Sonypictures.com、 二千十五年六月七日閲覧。会社概要。ソニーピクチャーズ公式。www.sonypictures.jp。二千二十一年四月二十四日閲覧。アニメ化して踊り出す。足元のネズミに驚いて、台から逃げ去るなど。メインブラック2では、本編中のある描写同様に先行を発し、二千十九年のゾンビランド。 ダブルタップで乱入した2体のゾンビをトーチの一撃で倒す腕っぷしの強さも見せた。ありがとうございます。